の精神的な大黒柱本間圭司郎、現在リーグの得点王マイケル・クレイ、中へジョーンズのジャンパー、ミドルレンジのシュートがこぼれました。これは門間が抑えます。青森バッツの攻撃、門間がかわして自分で行ったユーロステップ、今日の先制点が青森バッツです。伊藤が時間をかけます。ジムネカ、いやビーキソン、ゴール下で E3 の昨シーズンのアシストをベスト5、そして何としても今シーズンここまで得点王のクレイグ、フェイダウェイシュート決めていきます。ショットクロックは10秒を切っています。クレイグから外へ藤岡が切り込んでレイアップシュートを決めました。20対16。そして昨日は31得点のクレイグ、素早いターン、そして門間のコーナー3が決まる、追い上げる青森バッツ。クレイグ、クレイグ対谷、そして駒澤のコーナー3決まりました。第3クオーター、まずは駒澤颯、36歳の今野、13歳へのプレイヤーとのマッチアップ。速いパスを打って下山のシュート決まった。初の相手1番の9番野里がコートに入ってきています。青森小山ゴール下へ、ここは藤岡のフェイクシュート決まりました。クレイグの前には中西、中西をかわして強引にキャッチ、決めた。タランクロー、そう、菊山のスクローインでした。さあクレイグからその菊山へ、菊山の前には谷がいる、自分で行くか、鮮やか、門間か、いや藤井も、藤岡、そしてクレイグ、クレイグがかわしてスリーポイントシュート、スリーポイントシュート、強引に決めていった。クレイグ自分でスリーポイントも打ってきますが、ここはアタック、自分でいった、追いつきになって大シュート、8点差。体重130キロマイケル・クレイグ、スピンターンを繰り返して福山のスリーポイント、谷が厳しいチェック、福山に戻します。福山から逆サイド、駒澤オープンでコーナー3決めた。